どうもこんにちは、なっちでございます。僕 Mac でこう撮影いつもするんですけど、これ iPhone のアップデートがありますってめちゃくちゃうざいよね。これ分かったから、いちいちさキャンセルをしてもさ毎回言ってくんだよねっていう愚痴でした。だから言ってくんなって、撮影がいちいちこれめんどくさくなるんだよ。はい、ということで今回は新キャラが発表されました。トラゴンというキャラクターが発表されまして、こちら新しく始まったパズラのアニメの、主人公のなんだろう、パートナー的な、サトシというピカチュウ的な存在だと思うんですけど、アニメちらっと見たんですけど、なんか結構関西弁でプープー言ってましたねはい、ということでこちら新キャラ見ていきましょう。ドラゴンタイプです。ドラゴンじゃないからね、トラゴンだからね。覚醒4つです。毒耐性、封印耐性、スキブ、10コンボ強化。はい、10コンボ強化来ました。ここで来ました。まさかのお前かと。ね。いうことで。属性は火で、副属性光です。で、ステータスもそんな高くないですね。で、コストも10と非常に低いです。で、こいつ何がすごいかって、まず10コンボ強化持ってんのと、スキルです。ご覧ください。ビクトリーロード。全ドロップのロックを解除し、火、水、木、光に変化。闇以外ですね。闇と回復以外か。で、3コンボ分のルートを表示。かっこ、ノーマルダンジョン&3個消し限定と。突っ込みたいところは何点もある。まず一つ目。ルートを表示。ちょっと前ね、最近見ないんだけど、パズドレの方。パズドレだっけ？あれ？パズ？なんだっけ？パズル。パズ。あれ？パズドレだっけ？いいんだっけ？ど忘れした。レーダーの方ですね。レーダーの対戦の方で、パズコンボっていうね、アプリがすごい話題になってまして、僕はあんま詳しく知らないんですけど、コンボをなんか表示するみたいな、だこうすれば何コンボ組めるよみたいな、そういうアプリがあるみたいで、だそれを使ってナルガとかで高速コンボを組んでボコボコにするみたいな、そういうプレイヤーがいたみたいで、それがなんか公式化したというか、それに似たようなスキルが出てしまったということですね。まあそれで今ちょっと話題になってるんですけども、あれは対策されたのかな。僕レーダー全くやってないんで、パズコンボの脅威もね、こいつのだからそのなんだ似てるっていうのも全然わかんないんですけど、まあそんなこんなで話題になっております。まあ新しい感じのスキルですよね。だから今後最大コンボ表示とか出てきたら相当強いんじゃないのと思ったんだけど、そのカッコの中身が大事で、ノーマルダンジョン&3個消し限定っていうね、3個消しはまだいいわ。だから筋肉マンとかダメってことですよね。ただノーマルダンジョン限定ってなかなか使わないよね。そんな難しくないし、なんでそのアニメを見てパズドラやってみようかなって人におすすめのキャラクターなんではないかと思います。そのアニメでも確か主人公初心者で、でこのコンボを導いて落ち込んで10コンボ強化発動みたいな感じだったんですけど、なんでまあ10コンボできたらラッキーみたいな感じですね。まあ3コンボのそのルートが分かれば組み方もね大体分かると思うんでね、初心者向けのキャラクターかと思います。リーダースキルはドラゴンタイプの HP と回復が 1.5倍、2色以上同時で4倍。2色以上同時で4倍、めっちゃ緩いですね。で、操作時間4秒延長ってことで、やっぱここもね、初心者救済ってことでしょう。はい。ってことで、まあ、こいつは遊び要員とか、図鑑埋め要員とか、まあ、そういう意味でしかね、今やってる方には使えないキャラクターな気がします。ノマダン限定っていうのがまたね。はい。そしてそのトラゴンですが、レーダーにも追加されるみたいです。で、これがね、面白くて、相手にランダムでたこ焼きドロップを1個生成。どういうこと？たこ焼きドロップとは一体。僕レーダー全然知らないんですけど、たこ焼きドロップはさすがにないと思うんだよね。さすがに。聞いたことないから。これ何なんだろうって非常に気になりますよね。ってことでなんか、こっちも面白い性能となっております。なかなかこいつはね、ぶっ飛んでますよね、両方ね。で、こいつの入手方法なんですけど、4月13日に発売される月刊コロコロコミック5月号の付録でゲットできますということです。ついでなんでこっちもね紹介しておきます。今月末に出るモンスターメモリーの紹介ですね。4月28日発売でございます。で、こちらなんぞやってことなんですけど、前にあったね、モンスターメダルみたいな感じです。読み込んでレーダーで使えますよ、的な感じですね。読み込んでレーダーで使えますっていう。で、まだ S レアが発表されてなくて、SS レアが闇ラードラってのは分かっております。ハテナの数が違うってのもなかなか気になりますよね。なんだろう、3文字と5文字。ってことで、まあ、レーダー今何のキャラクターがいるか分かんないんですけど、メルクリアとかいるのかな？新キャラっぽいよね。メルクリア見たことないんで。まあ、サタンもゲットできますし、なかなか優秀なキャラクターがね、手に入るんじゃないのかなって思います。まあ、今ラードラ出てもさ、ちょっと耐性面で怖いじゃん。ね、毒とかお邪魔作られたらさ、まあ、モンハン武器があって、多少は戦いやすいかもしんないけど、
ラートラ結構そのリーダースキル倍率が厳しいんで、そこどう使いやすくなってくるかってとこが気になりますね。なんでまあ闇ラードラが来るってこともお忘れなくということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。またね、情報が出たら紹介していけたらいいなと思っております。以上ナッツでございました。バイバイ。